皆さんこんにちは、ワンダーレビューです。本日は先日行ったサイクルモード、E モード中心に見てきたんですけども、その様子を紹介したいと思います。まずはマウンテンバイクタイプの E バイクです。こちらマウンテンバイクタイプの E バイクは非常にたくさんの種類が各社から出ていると思います。今回のサイクルモードでもおそらくマウンテンバイクの数が非常に多かったと思います。このマウンテンバイクの結構しっかりとした頑丈なフレームに、そしてこのドライブユニットですね、モーターなりがしっかりとセンターにマウントされて、そして力強いアシストがこのモーターを通じて得られるというのは非常にマウンテンバイクとこの E バイクの特性がうまく掛け算されていると思います。そして E バイクのレギュレーションである24キロまでアシストというのも上りでこうアシストしてくれるマウンテンバイクの特性を考えると、非常にこのレギュレーション規則もマウンテンバイクにフィットしていると思います。それではパナソニックのゼウルトっていうマウンテンバイクタイプの E バイクを試乗した際の風景を少し見てください。こういうドロップシートってこういうやつだともう一般的なんだろうね。椅子？うん、この。あ、これさ、乗ってる時に上げたり下げたりしていいってこと？え、していいでしょ？怖いんだけど。まあ、でもそこまでサスペンションとかかなりあるから、うん、コントローラーがかなり凝ってるね。あ、確かに。だってケーデンスとかも見やすいし、これ日光当たってても絶対見えるよ。あ、今回会場で結構目立っていたのがこのようなバイクの形をした E バイクです。こちらの方かなりがっちりとした車体で、本当にバイクそのままという形ですが E バイクになります。ペダルもあってこれを漕ぐことによって E バイクとして走行することができます。こちらの方1機種少しお借りして試乗してみたので、そちらの試乗風景を見てください。本当にまあ新しい感覚でしたね。面白い感じで試乗させてもらいました。注目はこのモーター音が結構聞こえるので、モーター音の方を聞いてください。これはもう完全にバイクだな、体も起き上がって。そして続いてこちらにあるような小径モデルの E バイクなど、シティ、こう街中で乗りやすいような E バイクです。こちらの方も小径の E バイク非常に多く出ていて、折りたたみができるとか各社いろんな工夫が入ったバイクを展示しておりました。やはり街で乗る電動自転車を探した際に、こういうスタイリッシュな選択肢があると、こういう自転車非常に良いのかなと思いました。そしてこちらベスビー、今回のサイクルモードに合わせて新製品の詳細な内容が公開されていました。こちら AI 搭載だとか、本当に新しいすごく楽しそうな機能がたくさん入った自転車を今回のサイクルモードで発表していました。こちらパナソニックの E バイクになります。今回ロードバイクと一緒にサイクリングできる E バイクを探しているので、このパナソニックの E バイクも気になる存在でした。こちらの方かなり大きなバッテリー、そしてパナソニックなのでバッテリーの性能はもちろん良い、あと自社製のモーターがついてかなり力強いアシスト力が期待できるのかなと思っています。そしてこちらクロスバイクタイプなどもあるので、かなり長距離を走行することも意識されたスペックになっていると思います。モーターはこのフレームに内蔵された真ん中のミッドシップセンタークランクのところに配されたモーターの形となっています。おそらく前からかなり力強いアシストがあるのかなと想像していました。こちらも試乗してきたので試乗の風景をご覧ください。これハイにしてくれてたんだけど、すごいです。漕ぎ出しがすごかった。オートでもすごいてかさ、日本のやつってそうなんじゃない、めっちゃ楽ちん。最初めっちゃアシストされてたもん。え、すごいよ、めっちゃスピード出るくない。スピード出るね。これモーターかなり強いね、うん、エコでも結構あるよ。今坂が欲しいな、うん、坂が欲しい。何が欲しい。坂。あ、坂欲しいね。
あー、オートでめっちゃ楽っていうか楽やね。パナソニックの E バイク乗ってます。エコモードでもかなりアシスト感じます。オート、ハイにすると少し足に力がかかっただけでものすごく強いこうアシストがかかってるのが分かります。めちゃくちゃアシスト力が強い感じがします。タイヤちょっと太めなのでかなり安定してるかなと思います。これで何キロ走れるか分かんないですがかなり楽かなという感じです。それでは今回大本命のベスビーの E バイクたちです。本当に今回このサイクルモードに来て E バイクの動向を調べて E バイクを買おうと思ってこのサイクルモードに来てます。で、この新しくベスビーから出てくる JGR の 1.1、 こちらも非常に気になるグラベルロードで、もうスペックだとか何も言うことない、本当にものすごく詰め込まれたスタイリッシュな E バイクだと思います。これ以外にも JR1 だとか JF1 だとかかなり魅力的な E バイクが揃っており、このリアハブモーターを教えてくれた、この良さを教えてくれたのがベスビーであり、このスタイリッシュなこうフレーム、そしてこの軽量化された本当に洗練された E バイクたち、こうベスビーにするのか、あと最近試乗した別のメーカーのにするのか、本当に最後悩むっていう感じでこのサイクルモードにやってきました。こちらの方、私が JGR の 1.1 に試乗して、妻の方が JG の 1.0 ですね、グラベルロードタイプの E バイクに試乗したので、そちらの風景少しご覧ください。本当に良いバイクだと思います。ハロー、これさ、スマートモードさ、うん、やっぱりさ弱いよね、さっきのパナと比べて。そうだね、これがなんかこう普通の E バイクの感じじゃない。そうだね、トレックのやつやっぱ近いよね、うん、後ろのリアハブだし、うん、あれさセンターにあるから重いのかもね、あの強いパナ。これすごい、でも前傾になる、まあ、スポーツタイプだよね、うん、でもタイヤがすごい太い、グラベルだからね。いや、それ良くない、そのバイク、これはいいバイクだね。いや、めっちゃ乗りやすい、乗りやすいね。いや、別に乗りやすいな、本当になんか自転車って感じだよね、うん。それでは最後にホンダがこのサイクルモードが始まる少し前に発表したスマチャリ、こちらも詳しく聞いてきたので少しその内容を紹介したいと思います。基本的にこのスマチャリアプリになります。なので自転車物理的なハードは全く含まずアプリのみとなります。で、主にこちらスマチャリは自転車メーカーに提供されて、その自転車メーカーからセンサー情報なりをもらってこのアプリを使うということになります。私が理解した範囲では機能は2つあって、1つは自転車のメーカーに対してこのアシスト力だとかこの電動アシストが規定範囲内ですよっていうのをセンサー情報から判断して、これを国の認定を受ける必要があるのですが、この認定作業をかなり楽にしてくれる、特に海外でこう日本に展開したいというような自転車のメーカーはこのスマチャリと連携してやると、これら申請などが非常に楽になるのかなと思いました。一方でもう一つの提供機能はナビの機能になります。こちら車で培ったコネクリットカーで培った情報をもとに危険な場所を事前に教えてくれたり、あとナビでどこに行った方が良いだとか、こうユーザー体験を向上させるようなナビの機能延長あるところをこの自転車を乗りながらも利用できるという機能が提供されていると理解しました。そして現時点ではこのアプリを実装した自転車は1車種1つ出てきていて、こちらは自転車の販売メーカーであるワイズロードが出しています。こちらハード自体はワイズロードが選定した機器で組み上げられており、この中のアプリ、このE バイクの制御に関わるところはホンダが今回開発したスマチャリが
こう役割を担っているという形になるみたいです。このようにスマチャリのこうアプリが乗っかった e バイク、もしかすると今後増えてくるかもしれないのと思いました。今回2回目の参加になったサイクルモードですが非常に楽しめました。そして今回でだいたい購入したい e バイクも固まったかなと思います。次回おそらく e バイクを購入しますしましたっていう報告の動画になると思います。よろしかったらチャンネル登録をしてお待ちください。もしこの動画少しでも良かったなと思う方、ぜひ動画の高評価もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。本日もご視聴ありがとうございました。